今日もコレクション直し天野ライダーです。ということですね、前回までの動画をねご覧いただいた方は分かると思うんですけども、今回ね仮面ライダーガッチャードのライドケミートレカ EX、 こちらをねワンカートこのようにね開封して、どのぐらいねカードがレアなものがね出るかっていうのをねやろうと思ってたんですけども、でまあ7箱開けた時点でもうね、レア全て含めてですねフルコンプしちゃったんですね。ということでね、これ24箱ワンカートに入ってるんですけど、もう7箱でねすでにコンプリートしちゃったんで、あとねこんなに残ってるんですね。なのでねまだね3分の1ぐらいしかね開封してないんですよ。でまあこの後ねどうしようかと思ったんですけど、とりあえずねワンカートンでどのぐらい出るかっていうのをね、どのカードはねどのぐらいの枚数出るか、まあ一番レアかもしれないねレジェンドライダースペシャルレアっていうのがあるんですけど、まあこちらなんかはねもしかしてワンカートンに1枚なのか3枚ぐらいはあるのか、まあその辺も含めてね、まあ全部のカードをね開封して、枚数とかね数えてみたいと思います。それではね、まあここからねマニアックな方だけでついてきてください。それでは開封していきましょう。はい、それではね9箱目を開けていきたいと思います。まあここからはね、もう全て揃っちゃったんで最終的に出たやつだけをね見せていこうと思います。はい、ということでね、出た順番にこう並べたんですけど、こんな感じね。今回ね01が出ましたね。仮面ライダー01のレジェンドライダーパラレルレア、はい、こんな感じでした。はい、それではね10箱目ですね。出た順番に見せていくとこんな感じ。はい、最後にね最後の最後にバイスが出ました。はい、それではね10箱目になりますね。全部出していくとこんな感じ。はい、今回はねギーツですね。ギーツのレジェンドライダーパラレルレアが出ました。はい、それでは11箱目を開封します。はい、11箱目もね前から順番に出た順番に並べていったんですけど、もういきなりですねレジェンドライダースペシャルレアの仮面ライダーレジェンド出ちゃったんですね。2枚目なんですよ。まあワンカートにねもしかしたら1枚だけかななんてね、結構スペシャルついてるんで超レアなのかなと思ってたんですけど、2枚出ちゃいましたね。ということはもしかしたらレジェンドライダーパラレルレアとそう変わらないのかもしれないね。はい、まああとね何枚あるか、まあ、その辺もねちょっと気になりますね。あとはこんな感じ。はい、それでは12箱目に行きます。はい、ということでね12箱目はこんな感じ。はい、こちらからはね仮面ライダーセイバーのレジェンドライダーパラレルでは出ましたね。はい、それでは13箱目ですね。はい、それではね前から見ていきましょう。はい、こちらからはね仮面ライダーレジェンドのレジェンドライダーパラレルレアが出ましたね。はい、14箱目いきます。はい、じゃあ前から見ていきましょう。はい、ということでねこちらはねまたバイス出たんですね。一番最後にね仮面ライダーバイスのレジェンドライダーパラレルレア2枚、これでねバイス3枚目なんですね。
まだ他にね出てないやつあるんでね。さあ最終的にはね何枚ずつぐらいになるんだろう。はい、次見ていきましょう。はい、それではね15箱目いきます。はい、ということでね、こちらも全部出しましたけど、こんな感じです。はい、こちらねリヴァイが出ました。仮面ライダーリヴァイのねレジェンドライダーパラレルレア。まあ先ほどまでねバイスが出てたんで、バイスが3枚出てね、リヴァイもねそれに合わせてほしいですよね。はい、それでは16箱目に行きましょう。はい、それではねカードを全部見ていきましょう。はい、こちらねまたレジェンドライダーパラレルレアの仮面ライダーレジェンドが出ましたね。これ3枚目になるんですね。さっきもバイスが3枚目出たし、まあ確かにねワンカートに24箱入ってるということは、レジェンドライダーパラレルレアが6種類とレジェンドライダースペシャルレアが1種類、合計7種類なので、まあ24箱あればまあ3枚ずつぐらいはね平均入っててもおかしくはないと思うんでね。まあ他のやつもねまたそのぐらい入ってるのかね見ていきましょう。はい、17箱目を開封したいと思います。まあ1カートのうちねあと3分の1ですね。はい、中身はこんな感じですね。はい、またねこちらレジェンドライダースペシャルレアの仮面ライダーレジェンド出ましたね。3枚目なんですよ。っていうことはね超レアっていうほどのレアじゃないのかもしれないね。レジェンドライダーパラレルレアとね同等かもしれない。はい、それでは18箱目です。はい、ということでねこちらからはねこんな感じで出ました。はい、仮面ライダーセイバーのレジェンドライダーパラレルレアですね。はい、それでは19箱目に行きます。はい、ということでこちらの箱からはこんな感じです。はい、このようにね仮面ライダー01出ましたね。レジェンドライダーパラレルレア。さあ20箱目になります。はい、こちらから出たカードをね順番に並べました。はい、こちらの箱からはねまた仮面ライダーギーツのレジェンドライダーパラレルレアです。はい、それではね21箱目を開けましょう。はい、こちらの箱からはねこんな感じです。はい、仮面ライダー01のレジェンドライダーパラレルレア出ましたね。はい、それではね22箱目に行きます。はい、こちらのカードはねこんな感じ。いきなりねレジェンドライダーパラレルレアのね仮面ライダーギーツまた出ましたね。はい、それではね23箱目開けたいと思いますのでね、あと2箱なんですけどだいぶ疲れますね。はい、こちらのカードはねこんな感じです。はい、またね仮面ライダーレジェンドのレジェンドライダースペシャルレア出たんですよね。こちら結構優遇されてるかもしれない。そんなにね超レアじゃなさそうですよね。はい、ようやくね最後の1箱24箱目開封していきましょう。これが最後です。はい、ということでね最後の箱からはねこんな感じです。はい、仮面ライダーリヴァイのねレジェンドライダーパラレルレア、
こちらが出ましたね。はい、ということでね、こちらに全ての箱に入ってた SR を取り出して番号順に並べてみたんですけども、まあ、こんな感じでね、全26種類なんですけども、まあ、どの箱にも21種類ずつ入ってましたね。で、カイザー B が18枚だったんですが、まあ、それ以外はね、19枚か20枚ということで、まあ、ほぼね、均一なアソートだと言っていいと思います。はい、ということで、こちらはレジェンドライダーレアなんですが、まあ、こちらはね、仮面ライダーギーツたちの、まあ、強化フォーム、映画に出てくるね、強化フォームのデザインなんですね。で、それぞれ、まあ、1枚ずつね、必ずどの箱にも入ってました。全4種類ね、必ず1箱で揃うんですね。なので、ワンカートンで言うと24箱あるので、まあ、全部ね、24枚ずつということですね。はい、そしてこちらはね、エクストラレアなんですが、こちらはどの箱にも1枚どちらかが入ってるんですね。ということで、ワンカート24箱中に、まあ、各12枚ずつということで入ってました。まあ、今までの動画をね、見て気づいた方もいるかもしれないんですが、まあ、僕の箱の開け方、ワンカートのね、箱の順番開け方でいくと、まあ、交互に入ってましたね。はい、そしてこちらはパラレルレアなんですが、まあ、今回ね、パラレルレアといっても、結構ね、封入率良くて、まあ、1箱にね、3枚ずつ入ってるんですね。まあ、どの組み合わせが入ってるかはね、いろいろあるんですけども、まあ、結局ね、最終的にはワンカートンでいくと、まあ、各12枚ずつ入ってますね。はい、そして最後こちら、レジェンドライダーパラレルレアとレジェンドライダースペシャルレアを全部出して並べてみたんですけども、まあ、各箱にね、この中のどれか1枚が入ってるんですね。で、レジェンドライダーパラレルレアは全6種類のうち、まあ、01とギーツだけが4枚、あとは3枚ずつ入ってました。そして、レジェンドライダースペシャルレアの仮面ライダーレジェンド。こちらもね、4枚入ってたので、まあ、特別にね、スペシャルレアっていう感じではなかったですね。まあ、ほぼね、レジェンドライダーパラレルレアと同等の確率っていうんですね。はい、ということで今回は仮面ライダーガッチャとのライドケミートリカフェイズ EX をワンカートン開封していったんですけども、まあ、今までのシリーズもね、ワンカートン720枚入ってたんですけども、今回ね、まあ、コモンがないということと、まあ、全45種類ということもあってね、まあ、なかなかね、集まりやすかったでね、全部でね、フルコンポで3セットできちゃいました。なのでね、まあ、優しい、今回はね、すごく優しかったなと思いますね。ただね、次回発売されるフェーズ03はね、今までの01、02と同様にね、かなりの種類の多さっていうことを聞いてるんで、またね、ちょっとなかなか集めにくくなるんじゃないかなと思いますね。またね、この優しい封入率が、まあ、続いてくれることをね、バンダイさんに期待したいと思います。はい、ということでね、最後まで視聴していただきありがとうございました。もしよければ高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では、次回もコレクション直し。バイバイ。